予約が低調のため対象年齢を拡大します。自衛隊が東京と大阪で運営する新型コロナワクチンの大規模接種センターをめぐり、政府は自治体から送付される接種券を持っていることを条件に64歳以下にも対象を広げる方針を固めました。まもなく正式に決定し、明日予約を開始する見込みです。これまでは65歳以上の高齢者が対象でしたが、予約枠に多くの余りが出てきたため方針を転換しました。